プブリウス・リキニウス・ウアレリアヌスは、軍人皇帝時代のローマ帝国皇帝である。ウアレリアヌスは、軍人皇帝時代に即位した、他の皇帝とは違い、ガイウス・ユリウス・カエサルや、グナエウス・ポンペウスと共に、第1回三党政治を行った、マルクス・リキニウス・クラッススと同じリキニウス氏族に、属する、由緒ある元老院議員の一族の出自と言われているが、確証はない。 ウアレリアヌスの前半生もはっきりとしないが、エグナティア・マリニアナと結婚して、二人の息子を設けた。すなわち、後のローマ皇帝、プブリウス・リキニウス・エグナティウス・がリエヌスと、ウアレリアヌス・ミノルである。238年のローマ内戦中には、当時の六皇帝の一人ゴルディアヌス一世によって、ウアレリアヌスはプリンクエプス・セナトゥスに選出された。当時の皇帝ゴルディアヌス一世は、 ウアレリアヌスを通じて元老院と交渉したとわかっている。244年にシャープール一世とのミシケの戦いでゴルディアヌス一世の孫ゴルディアヌス三世が死去するとピリップス・アラブスが軍中で皇帝宣言を行った。249年にピリップスがデキウスに殺された。251年皇帝デキウスの時代にケンソルに選出、また、 ライン川沿岸の乗り組む及びラエティア領族衆の総督に認じられた。デキウスがアブリッドスの戦いで戦死した後も、引き続いて総督職を維持したが、デキウスの後継皇帝のトレボニアヌスガルスに対して、マルクス・アエミリウス・アエミリアヌスが反乱を起こして、トレボニアヌスガルス及びその共同皇帝、ガイウス・オイビウス・オルシアヌスが殺害されると、 アエミリウスを追悼するため、軍を率いて南下。その後、アエミリウスが自軍内の兵士に殺害されると、253年に、ウアレリアヌスは、ローマ皇帝となった。皇帝となったウアレリアヌスは息子、ガッリエヌスを、共同皇帝として、ローマ帝国の西半分を任せ、自らは、ペルシアとのリメスに面した帝国の東半分を、受け持った。捕虜となって、 シャープール一世にひざまずく、ウアレリアヌス259年、ウアレリアヌスは、軍勢を率いて、ペルシアへと侵攻したが、エデッサで、シャープール一世率いるペルシア軍との戦いに敗れて、捕虜となってしまう。その後、ウアレリアヌスは、補修として、ビシャプールへ送られ、ほどなく死んだとも、奴隷の身に落とされたとも、カワハギの刑に処されたとも、伝えられるが、 その最後は定かではない。皇帝自身が敵国に捉らえられるなどという失態は、長いローマの歴史を通しても、前代未聞のの事態であった。この事件は、先のアブリッドスの戦いとともに、帝国の国力低下を象徴する出来事となり、以後ローマ世界は、戦勝皇帝の乱立、領土の分裂などで、その混迷を一層深めてゆくこととなる。ありがとうございます。